都内、銀幕秋田は中田明です。今夜紹介する映画は、アイラブ・ムーキー・ザ・ピーナッツ・ムービーです。この作品は、今年で65周年を迎える名作コミック、ピーナッツの 3DCG アニメーション映画。世界中で愛され続けるムーキーやカーリー・ブラウンたちが、初めて 3DCG で描かれます。まずは、こちらをどうぞ。やることなすことうまくいかない不器用な少年チャーリー・ブラウン。彼のクラスに転校してきたのは可愛い赤毛の女の子。なんだろうこの気持ち。それは恋。あの子に話しかけたい。そんな時頼りになるのは親友のスヌーピー。自分を変えたいと決意したチャーリー・ブラウンはスヌーピーの応援に応えて赤毛の女の子と話すことができるのでしょうか。アイラブ・スヌーピー・ザ・ピーナッツ・ムービー。君はいつでもそばにいて黙って話を聞いてくれるよね。12月4日全国ルーラ賞。ここで見どころピックアップ。君よりさん、スヌーピー、もうふもふ。そうなんです。最新の 3DCG で表現されたスヌーピーの毛並みがもうふもふなんですね。思わず抱きしめたくなるような、本当にそんな可愛さがあるんです。あのピーナッツの独特の世界観も全く違和感なく描かれていて、さらに動き、質感という新たな魅力を存分に楽しむことができます。そうなんだ。マキ様は針恐怖症です。昔注射でこう失敗されてシーツを血まみれしたことがあって、そのトラウマで耳もピアスが開いていますね。耳よりサリー、続いてこちらです。ピーナッツは哲学の種。なるほど。原作コミックピーナッツには人生の教訓になるようなセリフが散りばめられているというところが魅力ですね。今回の映画も実は大人の男性が見ても十分に楽しめるんです。デートムービーとしても最高の作品になっていると思います。耳よりサリー、最後はこちらです。姿なき大人の表現は大人の大人のですね。ピーナッツの世界ではですね、大人の姿が映るシーンは一コマもないんです。大人のセリフというのはあるんですが、それは何かを喋っているような音で表現されているんですね。今回の映画では、トロンボン奏者という有名なトロンボン奏者が奏でる音が使われているんです。ヒットを願って、アキ様オリジナルのキャッチコピー。ハッテリアキコピー。アイラブ・ミューティー・ザ・ピーナッツ・ムービーのキャッチコピーは、小粒でもカロリー高いピーナッツ。ピーナッツってとっても栄養価が高いですよね。今回の映画の中身がギュッと詰まっています。アイラブ・ムーティー・ザ・ピーナッツ・ムービー、ぜひ劇場の見学で堪能してください。まだまだいい映画が出てますよね。この後はブラザー・サンタをお楽しみください。We heard many stories that begin a long, long time ago in a land far away. This one does as well, but I assure you this is a story you've never heard before. It's the story of a boy named Fred, and it begins right here.